おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2176です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したのがこちら。AGP のゲルトルート・バルクホルム。こちらをね、紹介しましたけど、こちらと同じね、まあ国出身であってんのかな。で、さらに同じくね、AGP でのみ稼働物としてね、立体化されたこちらのキャラクターを紹介したいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね、エーリカ・ハルトマン、これをね紹介したいと思います。こちらもですね、先ほどから言っている通り AGP でのみですね立体化されたと。で、一応ですね、前もちょっとちらっと言ったんですけど、 AGP ではストライクウィッチーズね全11人立体化される予定があってね、ちゃんとサンプルまでできてたんですけど、結果的に AGP でね立体化されたのは4つだけということで、アニメがねちょうど始まってるということでね、これを機会にフィグマの方でいいので全員出してほしいなと思っております。はい、ということでですね、早速こちらハルトマンの付属品ですね、それさっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。いつものベースといつもの支柱ですね、こちら魂ステージとなっておりますので、まあこんな感じと。で、ここにねエーリカハルトマンというふうに印刷されております。で、ここのところにエフェクトパーツ、プロペラパーツが2種類ですね。いつもの回転状態、停止状態があります。公開用の手首パーツと公開用の前髪パーツと尻尾、表情パーツが今回3種類となっております。で、こちらですね。ストライカー用の太ももパーツ、ストライカーユニット、武器、そしてエーリカ・ハルトマンというふうに用意してあります。で、説明書の方がバーンとこうやってありまして、AGP、エーリカ・ハルトマン、このように書いてあります。で、セット内ですね。手首パーツがどうのこうのとか、あと表情パーツがね、ストライカーユニット、あとは武器ですね。MG42 というのは一緒なので、前回のバルクホルンと同じものがついてきております。で、シュトゥルムエフェクトっていうのがこれですね。こちらエフェクトパーツとなっております。で、ストライカーユニットとかでいろいろこうやってありますけど、表情パーツとかね、交換方法がこうなっております。前髪パーツ外して、交換用のやつに変えることもできますし、元のやつでもいいですよ。表情パーツをこういう風に変えることができると。で、ストライカーユニットに関しましては同様ですね。足パーツ外して、専用のものを取り付けて、ストライカーユニットを履かせると。で、その時に下ですね、プロペラパーツが元々の部分に対して回転状態、停止状態、あとはこれですね、エフェクトパーツを取り付けることができるというふうになっております。で、これですね、同じ方向の回転ではなく、こういうふうにね、大きく円を描くような感じになりますんでね、まあこういうふうに互い違いになるような感じでつけますよ。武器に関しましてはこうやってね、ベルトかけて保持させることもできますし、手首でしっかりと保持させることができると。で、あとこちらですね、台座のところに支柱つけてどうのこうのっていうのはいつもと同じパターンとなっております。で、裏はいつもの通り白紙となってます。ではですね、早速稼働範囲見ていきたいと思いますんで、パーツ意識手前の方にざっとね、まず寄せてしまいましょう。で、それからですよと。で、こちらのねハルトマンに関しましては、よっこらしょいと、今までの AGP の中でも結構小柄な部類に入るんじゃないかなと思うぐらい結構小さめとなっております。まずこの状態でね、ぐるーっと回すとこのような感じとなっております。ではですね、早速稼働範囲に行きたいと思ったんですけど、その前に表情パーツ、これがですね、目がね大きくていいんですけど、劇中に比べると AGP の方が幼い感じがするかなって感じですね。もうちょっとね、目ちっちゃくてもよかったんじゃないかなって思うぐらい、ちょっと幼いような感じとなっております。では稼働範囲行きましょう。頭部に関しましては左右に動かすことができます。上がこんな感じ、下がこうですよと。以前紹介しました宮藤吉香よりはちょっと可動域狭いかなって感じですね。後ろの部分がね、もっとガリッとね、えぐれてたりとかすると、上にね、もっと向けたんですけどね。まあ、これが限界となっております。腕に関しましては根元ですね、ボールになっておりますんで、ここでグリグリ動かせる。外れましたね。こんな感じで水平もできると。で、ここちょっと外れやすいかもしれないですね。多分これは劣化でしょう。ここの部分でちょっとグリグリ動かすときに、派手に動かすとね、今みたいな感じで抜けるという感じですね。で、肘はここまでですね、90度ぐらい、90度でちょっと曲がってるかなぐらいですね。で、手首パーツはここのところでジョイント式になっておりますんで、ここでね、角度調整とかができますよ。ジョイントがですね、ちょっと露出気味になっておりますんでね、可動域は結構広めという形となっております。で、左右共通ですね。で、ボディに関しましては、ここで稼働させることはできませんので、こちら内部の部分でちょっとひねることができると。ここの部分に関しましては、従来と同じなんで、ここからポチッと外すことができると。一応こんな感じですね。可動域これしかありませんので、ちょっと狭い感じです。前後はね、こちらの股関節の部分でしかできません。で、足に関しましては、開脚がこれです。限界です。これ以上いかないですね。これ以上やると多分壊れますね。開脚の前回はこんな感じ。前後がこうなっております。で、足はここまで曲げることができまして、足首。ここですね、靴全体でちゃんと動いてくれますんで、足首のひねりとかに関しましては可動域広いと。ただこういう風に前後の可動ですね、これだけちょっと狭いという感じですね。はい、一応こんな感じです。
ちょっとな、足回りの可動域が狭いんでね、立たせにくいっていうのがちょっと惜しいですね。はい。まあ、一応こんな感じとなっております。ではですね、立たせましょう。支柱と台座を用意して、まあ、いつものパターンで立たせましょうと。ブスッと刺してね。あとガクガクと曲げていくと。で、背中の穴に差し込んであげて、調整すると、まあ、こんな感じでね、立たせることができますよ。まあ、支柱とかがね、しっかりとしておりますんで、立たせること自体は可能なんですけど、ちょっとやっぱり足回りの可動域が狭いのがね、気になりますね。うん。まあ、立ってるだけならまだいい感じかなと思いますね。はい。では次に、表情パーツ行きましょう。表情パーツは3種類付属してきております。こちらと、こちらと、こちらという風に3種類ありますよと。で、一応こちらね、方向フェイス。これちょっとね、目が離れてるように見えますけど、多分前髪の関係でちょっと話したんですね。で、こんな感じです。まあ、これもいいんですけどね、多分、ハルトマンと言ったらこの顔かなと思いますんでね、これが一番印象深いというか、一番イメージに近い感じかなと思います。で、取り付け方はいつもと同じパターンですね。前髪パーツ外し、表情パーツを外します。で、ここの部分に選択した表情パーツをくっつけて、前髪パーツをつけますよと。はい。こうするとこんな感じですね。うん。このね、目のバランスはいい感じですね。はい。一応こんな感じにすることができます。これがですね、まあ、日常と言いますかね、通常時のハルトマンらしさが出ると。まあ、戦闘時とかだとね、ちゃんとね、締まった感じのね、こんな感じの表情パーツつけることがね、いいんですけどね。まあ、通常時こんな感じがいいんじゃないかな。前回紹介しましたバルクホルンと組み合わせると、この表情パーツだとね、かなり遊び応えがあるんじゃないかなと思います。ではですね、次に、公開用のね、前髪パーツ、それと尻尾をつけていきたいと思います。とりあえずこっちにね、ついでに変えようかなと思います。で、とりあえず表情パーツを外しますんで、前髪を外して、表情パーツ外して、選択した表情パーツをくっつけて、そして専用の前髪パーツ、それと尻尾パーツを用意してつけます。で、前髪パーツに関しましては、こういう風に見ていただくとわかると思いますけど、今までみたいな感じで耳が生えたりっていうよりも、ここの部分ですね。横の部分の色が変わるという感じですね、イメージとしては。なので取り付けた時に大きなねスタイルの違いが出ないんでね、そこの部分がちょっとね、まあ仕方がない部分なんですけど気になる感じかなと。で、あとはただね、これをブスッと差し込んであげることによってこんな感じでね、取り付けることができますよと。で、あとは尻尾に関しましては下半身引っこ抜いてあげて、ここにある穴ですね、こちらの部分に対して尻尾を差し込みますよと。これもですね、劣化によって穴がですね、縮んでる場合はうまく入らないと思いますんでね、ここの部分ちょっと調整しておいた方がいいと思います。はい。これですね、足の部分上がね、ガリッとね、えぐれてるだけでもうちょっとね、可動域変わると思いますね。はい。で、ブスッと差し込んであげると、これでね、魔法力使ってる時っていうかね、こんな状態にすることができますよ。うん。これまあ、後ろから見たらね、そんなにね、最初の時とスタイル変わらないんでね、もうちょっと面白みが出るように前髪っていうかね、これ形状が変わってればよかったかなと。もうちょっと横に跳ね上がってるとかね、ふわっとなってるみたいな感じで、通常時のやつとはまたね、ちょっと違う造形になってるとより良かったような気がしますね。はい。一応こんな感じとなっております。ではですね、ストライカーユニットをつけていきましょう。ストライカーユニットに関しましては専用の太ももパーツを用意します。そして、こちらのストライカーユニットをつけていきましょうと。で、ストライカーユニットに関しましてはこんな感じですね。前回のバルクホルンのものとはまた違う感じですね。まあ、この辺がちょっと似てるんですけど、後ろのここの部分のね、突起がなかったりとかね、ちょっと形状が違うと。一応そんな感じとなっております。はい。で、付け方はね、ここの軸に対してももパーツを差し込みます。それはいつものパターンです。で、中の軸ですね。ここちょっと今遊びましたね。これがグラグラになっちゃうと大変なんですけどね。うん、大丈夫ですね。多少動く程度なら問題ないと思います。で、とりあえずこちらのパーツのところに桃パーツをつけましょう。説明書の方でも桃パーツを先に組めみたいな感じで書いてありますよね。その手順でいきましょう。ここの部分に対して専用のね、桃パーツをブスリと差し込みます。はい。まあ、こんな感じで取り付けることができたと。で、ついでにですね、桃の可動域のちょっと違いを見てみましょうか。まずですね、左足外します。これパチッと外しますよと。こんな感じ。で、外しましたら、ももパーツですね。こちら、ストライカー用のやつをつけましょうと。で、つけるとわかるんですが、まあ一応こんな感じでね、交換した後に、これです。こっちが、右足はね、そのままになってますんで、これが限界ですよ。ただ、ストライカー用のやつはこんだけ動きますんでね、これぐらいの違いがありますんで、できることなら、こちらですね、上着でね、隠れるんで、ここの部分もっと削ってあげた方がいいかなと。そうしてあげて、まあ、斜めになるぐらい切ってしまってね。そういう風にすると、もうちょっとグッとね、広げることができるんじゃないかなと思いますんで、素体状態でね、可動域気になる方はこちら、切ってしまってね、加工するのもありだと思います。
まあ、一応こんな感じにしましたら、ストライカーユニットをここのところにね、ブスリと差し込んで取り付けましょうと。はい、取り付けの方が完了しました。で、これですね、やっぱり穴の部分が収縮しておりますんで、保管するときにはストライカーユニットと太ももパーツは組み付けたこの状態ですね。こちらの状態で保管しておいた方がいいと思いますね。で、こういうふうにね、あとは差し込んであげることによって、これでストライカーの方がね、装備完了となりますので、あとはですね、ボディーパーツのところにブスリと差し込んであげれば、これでですね、ストライカーユニットが取り付け完了となりますよと。はい。一応こんな感じと。で、あとはですね、こちらのストライカーユニットの下のところですね、そこのところにプロペラパーツをつけると。で、プロペラパーツに関しましては、いつもの通り回転状態と停止状態がありますので、選択してつけることができると。で、とりあえず1個ずつね、試しに行ってみましょうかと。で、とりあえず付け方はいつもと同じパターンなので、これをスポンと抜いてあげます。で、これの代わりに回転状態のやつをはめ込んで、下の部分にこいつをくっつけるだけと。これだけで回転状態にできると。で、あとは同じ方法で、こちらですね、停止状態のやつをくっつけてあげることによって、停止状態を再現することができると。はい。こんな感じですね。まあ、これ好みの状態で取り付ければいいかなと思いますね。はい。こんな感じとなってます。で、これ以外にもう一つエフェクトパーツっていうのがありまして、これがですね、ストゥルムエフェクトですね。はい。こちらがありますよと。で、これですね、右左の区別はね、多分ないと思いますね。どっかに右左書いてればいいんですけど、多分ないので、どっちがどっちでもいいと思います。ただ、回転方向ですね。これがまあこういう風につくんですけど、こういう風につけてしまうと変な感じになりますんで、まあこういう風にね、大きく円を描くようなね、そんなイメージでつけてあげればいいようにはなっておりますよと。で、付け方は今のプロペラパーツと同じです。ここの部分を抜いてあげて、こちらのプロペラパーツの代わりに、こいつをね、ブスッと差し込んであげて、あとはこいつで止めますよと。で、こちらのエフェクトパーツ自体はですね、今取り付けてるこちらよりもちょっと重たいんですね。なので、足ですね、股関節部分がちょっと弱ってくると、自然にね、こう下がってきますんで、股関節の部分のちょっと補強とかはね、しておいた方がいいと思います。で、同じような感じでこういう風につけてあげるんで、プロペラパーツ外して、ここの部分に組み付けて、あとはこいつをね、差し込んであげると、こういう感じでね、足の部分が、まあ、竜巻ではないけどね、こんな感じで風がね、巻き起こってるような、こういう風にすることができると。うん。こういうようなね、エフェクトパーツあるのは非常にいいと思います。以前紹介した坂本美桜ですね。あちらもですね、エフェクトパーツがあって、烈風山。あれがね、再現できるようなパーツがあったら、よりね、ボリュームがあって面白かったかなと思うんですけどね。そういうのもちょっとなかったんでね。今回ね、こちらのハルドマンに関しましては、こういうのがあるので、なかなかいいかなと。で、この状態でもいいんですけどね、もともと一回つけたね、こちらの回転状態のプロペラパーツにね、交換してしまいたいと思います。はい、交換の方が完了しました。そしたらですね、最後に武器を取り付けていきましょうと。で、武器に関しましては、前回紹介したバルコホルンと同じものです。なので、取り付け方も基本的に一緒ですね。で、手首パーツ、武器持ちですね。この手首パーツをつけると。で、その時に、こちらのベルトですね。これが干渉してしまいますんで、指部分ですね。ここのところをぐっと広げてあげて、こちらのね、ベルトを回避するようにグリップを保持させると。それか、ここのベルトを抜いてしまって、手首パーツをズボッと入れてから、ベルトを戻す。そんな感じだと思います。これがですね、結構やりにくいんで、指部分ね、傷つけないようにっていうか、破損させないようにだけ注意しながら、ここのグリップパーツを握らせますよと。で、ここですね、繋がってますね。なので、これに関しては、前回のバルクホルンではできましたけど、今回はハルトマンできないんで、ベルト一回抜く必要性がありますね。で、こちらのマガジンに関しましては、これ、脱着ギミックはね、特に説明書には載っておりませんので、これね、パカパカ外れるのが気になるんであれば、接着しておいた方がいいと思います。なので、今こんな感じでね、ベルト外したんで、手首パーツをね、こっちにつけちゃいましょう。これですね、結構、劣化が進んでいると、やはりですね、先ほどのストライカーユニットのももパーツと同様に、ここの穴ですね、これ収縮しておりますんで、武器つけた状態だと、ちょっとで、ね、やりにくいこともありますんで、今みたいな感じでベルト外せるんだったら外してあげた方が、いろいろね、やりやすくなると思います。で、こんな感じでね、手首パーツ、取り付けが完了しましたら、ここのところに、ぐさっとね、差し込んで、武器をね、保持させますよと。で、こちら保持がね、完了しましたら、外したベルトパーツを、向きをね、確認しながら、ここに戻してあげましょうと。はい。これでね、取り付けの方が完了しましたので、今ちょっとね、支柱外れちゃったんで、戻しますが、こういう風に取り付けてあげれば、こうやってね、武器の保持が完了すると。で、あとはですね、
左手の方も交換してあげて、この辺をねサポートするようにすると両手持ちも可能と、まあ、一応こんな感じで武器の方のね取り付けの方も完了という形となっております。うん、表情パーツとかねサイズの関係で作中よりもねちょっとより幼い感じに仕上がってるのがね気持ち気にはなったんですけどね。まあ当時出てたというか今現在でもそうなんですけどね、唯一の稼働ものっていう感じになっておりますんでね、ちょっと貴重なものなんですけど、さすがに以前紹介しましたね宮藤芳香神殿バージョンのフィグマとかね、フィグマの坂本美代とかと比べるとやっぱり発売時期の違いによってねどうしても劣る部分があるんでね、ちょうどアニメやっておりますんでできることなら立体化ねしていただければフィグマでね、そうすると非常に嬉しいと、プラス残りのメンバー全員ですね出していただけると非常に嬉しく思います。ただこれはこれでねそれなりに良かったんじゃないかなと、以前の AGP のねゲルトルート・バルクホルンとか坂本美代宮藤芳香と違いましてね、表情パーツ1個多いんでね、その部分がまあちょっとお得感があるかなという感じですけどね、まあ一応こんな感じになっております。はい、ということで今回ですね AGP のエリカ・ハルトマン、こちらの方ねちょっと紹介していきました。はい、ということで次回ですね、次回はですね今まで AGP と来たので、次はですねフィグマでしか立体化されなかったやつ2体、これをねちょっと紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。